さあ、夕方の豚屋さんの大事なお仕事。各小屋を見て、死んだ子がいないか探すのです。いないの？大丈夫かな？そう、これを全部屋やります。はい、大きい農場さんだとまあ手分けになるんでしょうが、100頭ぐらいのボトンだったらまあ一人でしょうね。はい、こう暗いんだよ、よく見えないんで安否確認をしないと。明日になると今の夏の時期はえらいことになっていることがあるので、はい、よくこういう餌箱の下とかそういうのを見ないと、弱って潰れちゃってるのがいることがあるので、よく覗いて一回りします。とりあえず子豚舎だけ、今見てますけど、この後肉豚舎と分娩舎と全部確認します。そして帰ります。大丈夫だな。